耳から学ぶ死後世界の法則。8、誘拐の法則と霊界の法則。3、危機物語。誘拐の法則。1、誘拐の環境は心に相応して現れる。生前の心がまず誘拐に映し出される。誘拐は地上で蒔いた種が芽を出すところでもある。疑い深い人、自殺者、発狂者などは誘拐でも人里離れた薄暗い谷間のような場所に住む。それは心に相応して環境が現れているのである。スウェデンボルグは相応の説を立て、誘拐、霊界では心と姿や環境は相応して現れると述べている。死後の世界では現世の心、意志や愛情がそのまま持ち越されてゆく。現世では外面と内面の心が異なっていても他人には分からずそのまま通用するが、他界では心に相応して善悪の世界が具体的に現れてくる。もし地獄的な心を持っていれば地獄のような世界が現れる。これに対し天界的な心を持っていれば天界のような世界が現れる。スウェデンボルグによると、地獄的な心と天界的な心は対極をなしていて、前者は全ての発想が自己中心的であり、後者は自己犠牲、仁愛、他人への奉仕などの心が特徴的になっているという。天界的な心というのは他人が幸福になり喜ぶのを見て我が身の幸福を感じることができるというセンスであり、地獄的な心とは他人はどうでもよい、むしろ他人は蹴落としてでも自分が得をしたい、頭角を現したいというセンスである。他人を虫けらのように思っている人間がいるとしたら、死後の世界では自分が虫けらのような境遇や運命にはまり込んでしまうであろう。要するに死後の世界では本音と建前が両立しないので、建前ばかりの人間は死後大いに苦しむのである。誘拐、霊界は心がそのまま外部に表彰されて現れてくる世界なのだ。以下、スウェデンボルグの著書「天界と地獄生死者観」から相応の説について述べた数説を紹介してみよう。各人の生命の楽しさが死後それに相応してどのような楽しさに変化するかは実際相応の知識から知ることができるが、しかしその知識はまだ一般に行き渡っていないため、私は経験から取ったある例によりその主題に多少光を投じたい。悪にいて教会の真理に反抗した誤謬を確認した者らは、特に聖言を退けた者らは天界の光を避けて入り口が非常に暗く見える隠れ家や岩の裂け目に飛び込んでそこに身を隠すが、それは彼らが誤謬を愛して真理を憎んだからである。なぜならこうした隠れ家や岩の裂け目は暗黒と同じく光が真理に相応するように誤謬に相応しているからである。そこに住むことが彼らの楽しさであり、広々とした国に住むことが彼らには不愉快なのである。狡猾で陰険な計りごとや反逆的な陰謀を楽しんだ者たちも同じようなことをして、こうした隠れ家により互いに相手を見ることもできないほどに暗い部屋に入り、片隅で共にひそひそと話し合っている。彼らの愛の楽しさはこうしたものに変化する。学者と呼ばれたいという、ただそれだけの目的から科学を研究はしたが、それによって合理的な能力を培わず物を記憶することのみを誇りにして、それを楽しんだ者たちは砂地を愛し、それを畑や庭園よりも好んでいる。なぜなら砂地はそうした研究に相応しているからである。自分自身の教会やまた他の教会の教義を学びはしたが、その知識を生活に活用しなかった者たちは自ら岩地を選んで石が山になっている間に住み、耕されたところを嫌ってそこを避けている。中略。地獄の霊たちはすべて天界の何らかの光の中に見られると、そのものの悪の形をとって現れる。
なぜなら、おのおのは、その悪の映像となっているからであるが、それは、おのおののもののもとでは、内部と外部とは一個のものとなって、内部は、顔、体、言葉、動作である、外部の中にそれ自身を示して、他から見られるようになっており、それで、その性質は、それが見られると、すぐに認められるのである。全般的に、彼らは他を軽蔑し、自分を尊敬しないものを威嚇する心の形であり、いろいろな種類の憎悪の形であり、またいろいろな種類の復讐の形である。凶暴と残酷が彼らの内部からそうした形を通して現れているが、しかし他の者から尊敬され、礼拝もされると、その顔は整ってきて、楽しさのあまり喜ばしそうに見える。中略。類似した奈落の社会にいる者たちの間には、全般的に似たところがある。全般的には、彼らの顔は恐ろしく、死人の顔のように正気がない。ある者の顔は黒く、ある者の顔は小さな松明のように燃えており、ある者の顔はニキビ、イボ、ただれで見にくく、ある者には顔が見えないで、それに代わって、髪または骨のようなものが現れ、ある者のもとでは、歯のみが見える。彼らの体もまた怪物のようであり、言葉は、怒り、または憎しみ、または復讐の言葉のようである。なぜなら、おのおのは、その誤解から語り、その誤聴は、その悪から発しており、逆言すれば、彼らは、すべて、その者自身の地獄の映像となっているから。誘拐において、どれだけの期間迷い続けるかは、限界の生活の性質、次元と死後における心の持ちようとによって決定されるのである。